あれ、アキさん珍しい電話。もしもし。もしもし。6万人おめでとう。あ、ありがとうございます。たまたま仕事でさ、はいはい。近くが来たからさ、寿司食おうかなと思って。あ、いいっすね。この辺寿司屋さん。何してんの今。え、今ちょうどあの散歩してました。寿司買ってきてよ、なんか適当に。え？どういうこと？寿司なんか岡田の分買ってきなよ。え、え、あれですか？お寿司食べるんじゃないですか？そのお店結構あるなと思って。俺先岡田の家行ってるからさ、俺の分あるからさ、岡田の分買ってきなよ。珍しい。食ってるわ。え、珍しい。食ってるわで、え、待ってくれないんですか？さよなら。待ってな、さよなら。え？え、どういうこと？意味わからんねんけど。でもほんま珍しすぎんねんけど。買うってこと？コンビニ。え？え？何してるの？おう。じゃあ、おうちゃうねん。寿司食おうって言ったじゃん。うまそう。お邪魔してます。お邪魔しますじゃないっすよ。え、何？うまそう。うわ。うま。うま。いや、うまいか知らんけど、これどういう状態やねん。ちょっと一回静かにしてもらっていいですか？今握ってもらってる。いや、誰やねん。すいません、お邪魔してます。あれ、タグワさんや。はい、お邪魔します。なんで？ちょっと今寿司待ってる。これですか？こういうとこにも来るんですね。あの、呼ばれれば。佐野くんのあるよ。あ、これ俺のじゃないですか？佐野くんの。え、買ってきたじゃん。いや、買ってきたけど俺サーモン尽くし。いいっすね。いいっすねってな。まあまあ座ってください。なんやねん。佐野くんどこ。あ、いや、え、ちょ、俺のちゃうのこれ。めちゃくちゃうまい。俺撮りながら食うてるやん。どういう状態やの。なんとお店ですか。渡りさん。渡りさん。渡りさんってあれですか、銀座渡りさんですか。はい、銀座渡りさんでございます。ほら、え、 YouTube やってます、ね、YouTube やってます。ほら、え、僕 YouTube 見てます。なかなかよく寿司握ってるのは、はい、渡りさんの YouTube 見てるってこと。そう、ほんまにたまたま。だから僕この声聞いたことあるなって思ってた。これなんすか。小肌でございます、ね、出た小肌。まっ、小肌もね、あの、いろんな切り方とか握り方とか聞いてんのかな。結構詳しく見てくださって。ほんまに見てて。うわ、すげえ、このパターンか。今日このパターンか。うまいわ。食わせろって。ちょ、食わしてくださいよ。食わしてあげるって。ちょ、ええって。ちゃうやん。全然ちゃうやん。美味しそうには見えますよ。見えるけど、この感じは。すごいここに乗せると美味しそうやけど。サモス。サモス。じゃ、分かってますよ。じゃ、握ったやつじゃないですよ。ねえ。醤油は何？醤油。醤油だけ使って。だけ。あ、ありがとうございます。あ、うまそう。うまそう。やっぱ一応こう入ってるんですね。隠し包丁みたいな。それはおそらくあの魚の筋です。あ、そうですか。あ、そうですか。これほんまにサーモンか、これ。あれ？これほんまにサーモンですか、これ。いや、わかんない。本当に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 サーモンか。甘エビだったらどうしよう。マグロだったらどうしよう。寿司触ります。痛い痛いって。お前職人さんの前でうるさいって。おごそかに食べないと。確かに。いや、それも行くやん、おい。おい、それも行くやんって言ってんの。食べな、とりあえず。うん、食べます。いただきます。うん、知ってる。俺知ってるこの味。うわ、すげえ。すだちですか。すだちですね。旬ですか。すだちは一応旬ではありますけど、はい、一年中流通はしますね。らしいな。らしいですね。そうそう、流通はもう知らなかったでしょ。あ、なにこれ。なにこれ。これはアオリイカですね。出た。うわ、気になってたんですよ、アオリイカ僕。はい、すいません。そう、お塩とすだちで。うわ、うわ、大変ないじゃん、ね、うまい。ベリウマーバ。おはや。俺言わせろや。俺が渡里さんのお寿司食って言いたいのよ、ベリウマーバ。全部取っていくやんけ。ああ、まあ、座りな、一回。え、お寿司屋さんに騒いでる人いないっすか。俺の家やねん。やば、これ何。のどぐろ。のどぐろ最高級。
食材じゃないですか。千葉県銚子のノドグロ。ノドグロやで、これめちゃくちゃうまい魚やん、はい、うん、あざす。いや、ノドグロむっちゃ高いからな、お前。食うな、お前は。うわっ、ノドグロめちゃくちゃうまい。おやめろって。蒸しアワビですね。うわ、アワビの肝でソースを作りまして。贅沢。うわ、絶対うまい。うわ、これすげえ、これすごいわ。4人でさ、乾杯的なのしようか。じゃあ、じゃあ俺サーモン。おい、アワビ、アワビ、サーモン、アワビ、サーモン、俺。まあ、これ本当にサーモンかな。サーモンは本当にサーモンか。本当に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 サーモンか。ちょっと最後まで行かせてや。もういただきます。いただきます。じゃあ、俺だけちゃうね。どうぞ。うまうま、これやばい。これやばいね。これやばい。柔らかくない？うん、柔らかい。肝の味が深いね。もうサーモンの味が。サーモン、サーモンやんって、俺だけ。おい、なあ、今日何なのこれ。俺今日場所貸しただけ。いや、だからおごったじゃん。いい、ちゃうやん。おごってや、お寿司。それはだって俺今日友達とさ、一緒に。なんで友達連れてきてんねん、ほんで。なあ、なんで友達連れてきた。いや、いつでも来てくださいよって言ってたじゃん。いや、言ってたけど。ダメなの？だからラフに来てください、いつでもみたいな。ラフすぎんねん。いや、そういう意味で言ったんちゃうの。あ、今日手土産持ってきたんですよ。あ、ほんまっすか。そうです。うわ、ありがとうございます。いや、これちょっと喜ぶかなと思って。でかっ、でかっ。何ですか、ネギ。いや、ネギいらんすよ。すごない。これよかったら。いや、渡さん来てるから。弱なっていいネギなんで。え、嬉しくないですか。あ、じゃあもう一本。いや、いいって。じゃあ渡さん目の前におらんかったら嬉しい。もうすごいもん出てくると思う。もうええって。すごっ。何がすごいのよ。リアクション間違ってるって。これすごないって。1万円します。高っ。俺すごいやんけ。いや、ほんますごいやん。ほんまにすごいやん今日。1万円のネギこれ。はい、じゃあ寿司食べようか。うん、腹立つわ。めっちゃ腹立つわ。マジでネギターね。ネギター、ネギターええ。すげえ。いいですか。いや、その脳だ。え、いつもさ、映像撮って編集してくれるさ、うん、確かに確かに。そう、ねぎらう気持ちないの、ネギだけに。じゃーん、買うよ。なんでもかんでも YouTube 回すのやめてもらっていい？俺プライベートで食べてるから。プライベートで来んな、おい。本当に行ってもらわないと動画回しますとか。行ってもらわないと来るって。友達連れてお寿司屋さん呼んで食べるって言ってもらわないと。6万人のあれは電話。電話。めっちゃ弱なってるやん。貧血だった、もう。ちゃちゃ。うわ、結構いっぱい。ウニが2で、ウニに。やかましい、ね。腹立つわ。うわ、生きよった。いいなぁ。いや、あの、北海道浜中というところのバフンウニですね。うん、まい。バフン。バフン。もうえって。これアオリイカですか。アオリイカですね。あ、ありがとうございます。うん、ベリーウマーバです、これ。ありがとうございます。